千里急は大阪府の摂津市北西部から水田市東部にかけての地域名である。千里急領の南東端及びその麓にあたる。競技の千里急は麓側にある摂津市の町底で西日本旅客鉄道東海道本線以北をおおよその範囲とする。摂津市千里急一丁目には道線の千里岡駅が所在する。摂津市で千里級のつく。 町庭には、千里急、千里急新町、千里岡東、南千里岡がある。2021年9月末現在の各町町の世帯数と人口は以下の通りである。1956年に、三島郡三島町が発足した際、旧真下町つぼいの一部が大和、大技、千里急となった。当地は1938年に、 国鉄占領海域が開業して以来、駅前の商店街を中心に、市街地化が進んでいた。1966年、三島町から、摂津市への市政施行に先立って、上記の千里級に加えて、太市中、おつつじ、小つぼい、つぼい、あじ上、小弱の各一部をもって、千里級一丁目から七丁目となった。1973年には、 茨城一蔵垣内の一部が編入された。2015年、区南端部にあたる千里急4丁目及び7丁目の各一部を分離し、千里急新町が新設された。隣接する町廷は、千里急新町のほか千里岡、東、庄屋水田市の千里急城、千里岡下、長野東、長野西、山田市城、山田南。 岸辺北、岸辺中がある。上述の通り、千里急四丁目及び七丁目の各一部が分離して、千里急新町となった。千里急のほか、半急小王尺、水田市の柴田町、岸辺新町、岸辺中と隣接する。JR 西日本水田奏者場跡地及び、小尺下水処理場跡地を中心とする地域で、宅地開発が進んでいる。 阪急小弱駅、JR 岸部駅が、最寄り駅となる。千里急の東南東に隣接する、JR 京都線と、阪急電鉄京都線に挟まれた地区である。ただし、両線間の地域の内南部は、昭夜一丁目、及び阪急小弱となる。北に、茨城一蔵下旧地が隣接する。阪急線を挟んでは、昭和園、航路園、南線里岡、 庄屋二丁目と隣接する。1966年、三島町から、摂津市への市政志向に先立って、太市中、おつつじ、小つぼい、つぼい、昭夜、あ状の各一部をもって、仙里岡東一丁目から五丁目となった。1973年には、茨城一蔵家内の一部が編入された。2010年に、阪急摂津市駅が、 千里岡東四丁目で開業している。千里岡東四丁目と、阪急電鉄京都線を挟んで隣接する。また、高路園、三島、東庄王尺、小屋二丁目と隣接する。1966年、摂津市の市政施行後に、つぼい、味舌下の各一部を持って、南千里岡となった。1988年に、摂津 マコトカイ病院が開業、また1990年に大阪府警察設警察署が開け所している。水田市で、千里急のつく、朝廷には、千里急城、千里岡下、千里急中、千里岡北、千里岡西がある。いずれも水田市の中東部、摂津市千里急から北に位置し、千里急中を中央にして、北から時計回りに、千里岡北。 千里九条、千里岡下、千里岡西となっている。いずれも1972年に山田下を分割して新設されており、また定番はない。なお、1973年に千里岡西の一部が長野東へ編入されている。千里九条と千里岡下が、摂津し千里岡に隣接しており、また、千里九条は、 茨城一蔵家旧地とも隣接する。このほか、水田市川の周辺町長には、青葉岡南、新芦屋上、新芦屋下、長野東、差に貸切山、千里万博公園、清水がある。水田市の都市計画などの政策では、千里旧を含め山田南を南限とする名神、高速道路伊藤の地域及び、伊勢の貸切山、山田あずま、西、 北を山田千里岡地域としている。2021年9月末現在の各町長の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。